こんにちは、アイリンです。それでは今日はあーちゃんと塗り絵をやろう。ワンワンワン。恥ずかしい、これお家でやるの。さあ今日は塗り絵を塗っていきたいと思います。これ結構時間かかるからね、どんくらいの動画になるかな。みんなもお家にやってない塗り絵あるよとかいう人は一緒にやりましょう。あーちゃんの塗り絵を紹介したいと思います。はい。手の耳。こちらは簡単かわいい塗り絵帳です。これブログに載せたやつ。そう、これとかこれとか。でもね、実はまだブログに載せてなかったんだけど、これ3つ目もやった。見て、ほら、これのポイントは赤から黄色にグラデーションにしたとこ。あとちょっとあえて髪の毛を黒とグレーにしたんだけど、ちょっとおばあちゃんっぽくなっちゃった。これはやっぱ素直に茶色に塗るべきだった。あのファンタジーなのに頭が急に現実的。これはちょっとだから、まあ次に生かそうかなと。これがね、その簡単かわいい塗り絵帳です。907円プラスで。でこれはまだ塗ったことないんだけど、でねん、サンリオキャラクター塗り絵ブック、キティちゃんとかマイメルちゃんとかキキララちゃんとかパティ&ジミーちゃんが塗れるの。こういうのありがたいよね。あーちゃんみたいになんか独創的なセンスはさ、あーちゃんは特にないからさ、マイメルちゃんの耳はピンクとかリボンは赤とか決まってるととても助かります。これかわいい、パティ&ジミー。これもある。これまだ1個もやってない。で最後これ、フラワーズ、花を彩る塗り絵ブック、はい、ただ顔隠してるみたいになっちゃうね。本当とか携帯だからね。そう、これはもうほんとザ大人の塗り絵。あ、でもあこれ言うぐらいだったらまだちょっと頑張れるかな。でもお花はやっぱあっちゃんの中ではお花は真ん中は黄色、外はピンクって決まってるから難しいんだよね。こんないっぱいお花の色わかんないの。茎は黄緑だし、これ難しいから、これはちょっと置いとく。どうしよっかな。今日は、まあ、とりあえずこの簡単かわいい塗り絵帳でいきたいと思います。失敗が少ない。これは分かんない、これしかいつもやってないけど、あんちゃん本当に塗ってたら2時間ぐらいかかるからね。途中早送りして、ふりちゃんお願いします。これは私、あ、私っていうかあーちゃん家には2種類あの色鉛筆あって、なんかこれは水彩色鉛筆みたいな、なんかお水でこうぼかしたりできるみたいなんだけど、まあそんな高度な技は私は持ってないので、あの普通にただ塗ってる。でもこれはなんかちょっと薄め、こっちは普通のやつ。なんか並び順変わってるな、ママがやったな。やりたいのが決まってて、心の中でね。これは
次はこれやろうって思ってたのがあるの。これイングリッ、これも簡単じゃない。髪は赤、尻尾は緑って決まってる。やっていきたいと思います。これでもその絶対さ、そのようにしたいとこってあるじゃん、顔肌色とか、そういうのから持ってく。あ、そっか、これ体も塗ってかないと。こうやって周りを雑に縁取ってるから見えてる、あーちゃんが塗ってるとこ。周りをね、なんとなく縁取ったから一応塗ってる。これちっちゃい頃習った、こうやって塗ると綺麗に塗れるよって。今でもやってる。肌色塗れたよ。次髪の毛、赤。赤は超赤とか、なんか紅色とかある。どうしようかな。いやでもピンク、お魚とか周りが青になるわけだから、ド赤でいく。赤でいくよ。寂しい一人。よいしょ。あ、これ縁取ってるの分かりやすいから見せてあげる。ちょっと待って、超削りたい色鉛筆。でも削ると芯のさ、尖ってるところがさ、私の筆圧に負けて飛んでっちゃうもん。なんかね、鉛筆をさ使うっていうのが久しぶりだからさ、そんなことも忘れてたよね。ずっとシャーペンだったからさ。でも私は尖ってる鉛筆が好きなの。ちゃんと小学校の時も毎日家帰ってきたら鉛筆削ってた。いるじゃん、まん丸の鉛筆毎日筆箱に入ってる子。ああいうタイプじゃなかったな。毎日トゲトゲの鉛筆が入ってるタイプだった。 AB 型だから変なとこ几帳面とか言って、中この塗るのは別に几帳面じゃないのバレちゃう。でもそうね、でもなんかそれっぽく見えるから好き、楽しい。ちゃんとカチューシャのとこまで縁取った。こうやって縁取ってる。なんか好みなんだけど、私はちょっと縁取ってんのが見える感じが好きだから、そんなに濃くは塗りたくないんだけど、でもムラができるから薄いと難しい。はみ出た。消さない。めんどくさ、立ち上がんない。後でまとめて消す。うん、見えた。しっぽ、おっぽ、ひれ。
これ、うろこ、ママが教えてくれたうろこ塗ります。この3色にするか。緑はこの3つで、緑エメラルド色、セージ色、セージ色いきたいと思います。このエメラルド色がね綺麗なんだよね。結構先にエメラルド色を全部集ってしまいましょう。ほんなら塗るよ。こういうところはくるくるって塗ってる、はみ出すから。わかる、くるくるって。でもさ、あーちゃんがさ、この間さ、これブログに載せたらさ、もうさ、同じの頼んだよって人とかさ、届いたよとかさ、持ってたよって人いたね。うん、エメラルド塗った。次はセージ色でいく。はー、緑だったかなー。いや、いい。これはね、なんか結構ね、なんかグレーと緑の間みたいな。なんでさ、あーちゃん的には水色のマニキュア塗ってたの。ママにグレーだって言われた。水色だったんだけどな、私的には。でもグレーって言われたらグレーに見えるし、でもほら髪の毛とかさ、グレージュとかもあるじゃん。万能やね、グレー。これはヘアカラー風に言うとマットグレージュみたいな。違うな、アッシュ、アッシュグレーみたいな色。これに、あ、なんか画面で見ると結構完成してきたな。塗るよ。最後、緑。やっぱ濃い色はでも塗りやすいよね。なんか薄いのが難しい。はい、塗れました。おっぱいの貝殻の色悩んでるから、先にカチューシャの星に黄色を塗ります。これはレモン色でした。黄色にします。貝殻どうしようかな。いつも何色だっけ、白みたいな。ほら、先でも青はお魚とか使うから、ほら先にしようかな。この色が結構好きで可愛くない？薄紫か、まあそれの濃い版だと赤紫。でもこれ濃い赤紫もある。一旦お気に入りの薄紫で塗るわ。
いいいいいいいんじゃない？紫だ。これじゃない？正解。カチューシャ。でも赤の髪の毛にピンクのカチューシャしてもあんま分かんないからこれにしよう。卵色、黄色のワントーンのカチューシャ。ヘアアクセは黄色で統一しました。ここだ、ここ、ここはいっちゃん濃い緑にする。深緑。このあ、今こそこの時斜めになってるとこ超好き。芯のさ当たりが出ないとこ。はい、完成。お人形姫。ほんだらお魚塗る。お魚はまあ水色だよね。でもあれじゃない、人魚姫の近くにさ色魚って言ったらさ黄色に青のストライプじゃん。ストライプの魚が2匹いるからこれ黄色と水色にする。ランダーはこのレモン色みたいなイメージよね。こういうイメージ。金色に緑色やな。だから顔は黄色や。はい、何匹も塗るよ。はい、見えてる？2匹塗った。これさ、このお顔の上にさ肌色塗るとさ、なんか目とかがさちょっと薄くなるんよ。だから塗り直す。ついでにまつげも描いて目も拡張する。ちょっと目を大きくした。マスカラ塗った。これ薄めに色のリップを塗ります。はい、これはチークにもなるタイプなのでほっぺにも塗ります。かわいい。かわいい。ほっぺ塗った。ならお魚のどんどん塗っていきます。うーん、持ってる青が青、水色、青、群青色、藍色、まあ紫ぐらいまでいってもいいか。で、お魚塗って、丸はさ、なんかちょっと海藻をイメージして、緑とか塗ってもいいかな。でもピンク使ってないから、まるでピンクとか使いたいような気もするけど、まあとりあえず、でもまあ水で青、でも魚が絶対青だと思うから
粉に青を塗っていくよ。これはこうなんか線の上を塗るみたいなタイプにする。でこっちのチェックはマス目の中を塗るにしよう。水色と青で。でもやっぱ見てくれてる人の中にはさ、芸術センス抜群な人はさ、別に魚青じゃなくてもよくねって思ってるよね、多分ね。確かに全部青でやるにはもう限界が早くも近づいているから、緑も仲間入りさせちゃおうかな。それか、あ、でもオレンジとか逆に。隠れてんのが難しい。なんかハート柄とか作ってみようかな。一匹ちょっと一匹空いてるから。あたかももともとそうだったからね、ハート描くことでお魚に赤を、あ、ピンクにしよう。ピンクを入れます。はい、ハート柄の変なの変なのできたとさ。あ、なんか動物の森でさ、こういう魚釣れるのわかる？海で、海、あのちっちゃいやつ。紅茶が来ました。紅茶いただきました。ありがとうございます。ほんまね、こんないくらあってもいいですからね。塗るよ。これちょっと冷めたら飲む。そうそう、紫使ってみる。今日は寝癖風に巻きました。巻いたっていうか、なんかまっすぐにすんのって大変じゃないか思ってる。だから寝癖させてみた。どう？おやがな全部濡れたよ。あ、愉快。タタ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 タ。いただきます。
どうしよう。なんか意外とお魚でカラフルにしちゃったから水は水じゃ丸は水玉でもいいかもしれない。水色海の中か濃い青とかで丸をなぞろうかな。丸の中を薄いので塗るとか。まあでもなちょっとうるさいかな。単色でっか。この2色はメインしちゃいましょう。ピンクだと水の中感出なさそう。ピンクにしたかったけど。雑すぎ。自分でもびっくり。かわいいじゃん。ほんなら藍色と群青色ちょっと濃いやつ甘すぎるかな。したら黄緑入れよう。黄緑とエメラルドもういいじゃん。お下は 水いっぱい使ってるから上重点的に入れるから濃いのを下とりあえず塗る。これ後から分かるかな自分が何色塗ったか。もう今わかんない。わからんわ。何色だか。よし。とりあえずめっちゃわかんなくなりそうだから。コースターを。白とのことです。チロちゃん映んなくなっちゃう。こうだね。首を回します。わからん自分が何色塗ったか。わからん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 。意外と画面に見ると水色だな。それそっか。なんかやっぱ違うね。こうやって肉眼で見るのとこうやって画面で見るのがちょっとなんか恥ずかなってきた。あ、いいね。わかるね。わかるよね。
いっぱい待ってる。お、あ、いいんじゃない、いいんじゃない。したら、なんか、ここ黄色で囲っちゃおうかな。あのお星様と同じ色でアリエルを囲ったら完成です。はい、どう？塗る？塗った方がいいかな。ここここ、このこの中、いや無理だ、綺麗に塗れない。ということで、塗り残しないかな。もうちょっとこの髪の毛も一回、もう一巡濡らして。終わると思った？お腹だった。ということで、あんちゃんのちゃんの塗り絵完成しました。うん、さあ、ということで気づいたら1時間20分も塗り絵をやってました。さあ、ということで今日のあーちゃんの塗り絵時間はおしまいです。皆さん楽しんでくださいましたでしょうか。みんなもね、お家にいる時間長いなーって、つまんないなーって思っちゃってる方は、もしよければあーちゃんのこの動画ね、また出せたらいいなと思うので待っててください。また塗り絵やるときはみんなのこと誘います。じゃあね、バイバーイ。